らっしゃいませ。おう、景気はどうや？またですか、谷村さん。いつも悪いな。今月2回目ですよ。月1回って約束でしょ。勘弁してくださいよ。先週入った女、コリアンだろ。留学生か。就労ビザ持ってない外国人が日本で働くのはもちろんだけど、そうと知ってて雇うのも不法就労助長っつう犯罪なの知ってた？捕まれば3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金。勘弁してくださいよ。店の女が警察に逃げ込めねえこと知ってて、いろいろとちょっかい出してるみたいじゃない？あんた強姦罪も追加されたい。ま、いいや。ところでこの女見かけたら俺に連絡くれ。うん、誰ですかこれ？教えない。警察の機密事項だから。とにかく見たらすぐに連絡くれよ。じゃあまた。你们好吗？改天再陪你们玩。啊，阿赞。嗨，叫在里头吗？是啊。嫖被强制送还，孩子怎么办？是吗？啊，明白了，我来照顾孩子。啊，别担心。また一人増えるのか。あ、父親が韓国に送還されたらしい。どうして？先日その父親が交通事故を起こしてな。そのまま警察に引っ張られてオーバーステイがバレたらしい。そりゃついてないな。子供はまだ5歳。うちで面倒見るしかないだろうな。その子供の養育費にでも回してくれ。ギャンブルか、それともまた巻き上げてきたのか。どっちもかな。まったくお前さんってやつは。まあありがたいのは山々だけどな。あまり無理すんなよ。puesto el biberón.何かお客さんが用事があるって店長さんに言われたんですが。驚いたな。え？ 25 年も経ってるのに変わらない人もいるもんだ。やっと会えた。ずっと探していたんですよ。全然ねえぞ。Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.